さーて、竜王軍バトルの連戦、最後が近づいてきているのがわかる。装備チェック。ちょっと光の剣が心苦しい感じがするが、まあね、大金槌はもういらんな。間違えて装備しちゃわないように片付けとこう。よし、光の剣はもう一個作っとくか。そして薬草はいっぱいある、傷薬もいっぱいある。そして回復用の命の木の実もまだ2つ。ウサギステーキで攻撃力を上げて守備力上げる系の食事がないのかな。ちょっとチェック。ウサギステーキ、溶岩ステーキでね、体力回復系はあるけど守備力アップ系がないんだよな。まあないもんはしょうがない、ないものねだりをしてもしょうがない。持っているスペックだけで戦わなければいけないのは基本。よし、じゃあ行くぜ。姉子行きましょうぜ。必ず魔物どもをぶっ倒せる。そうだろと。超激突マシン一度使ってみるといいかもね。行くぜ姉子。竜軍バトル、ブリザード軍団、ヒャッハー。おお、ちょっと中野は任したよ。やっぱ、ね、戦いにくいね結局。楽勝ですね。あと2匹とりあえず。メタルハンター、もう早速中では戦わせん、めんどくさいから。ドーンドーン、事故ったー、キャー、事故ったー。飛びすぎじゃないですかね。じゃん、刺さったー。意外に当たり判定がガバガバすぎて、他の攻撃食らってる時だとダメージにならねえんだよなこの攻撃。だから結局囲んで殴った方が早いっていうね。さあ次のウェーブだ。7匹、殴るよ、そっちの方が早いし。そう、ボスかな。隊長が来るぞ、おそらく。どっから来る？見やすい位置に移動。だからまだ隊長いるって。ほら来た、ギガンテスさんだ。突撃、あほらダメージ判定ならない。仕方ない、小指を殴ろう。小指を、まるで一寸法師になったようだ。小指痛い、小指痛いよ。いっぱい死んでる。お前の小指、タンスの角に小指打った時超痛かったろ。その時の痛みを思い出せ。痛い痛い痛い、死ぬ死ぬ、死んでしまいまきゅう。で邪魔者もだいぶいなくなってきたから突撃しよう。笑わせてくれるわ。吹っ飛びすぎだろ。超強え。発殺。いかんて、その戦いにはこれがいいで。残念です。スーって滑るんじゃねえ。やったぜ。バトルコンプリート。
やはり連続だ、連続バトルだ。攻撃力が落ちている。うーん、ウサギステーキビャー、うまい。アネゴ、行くぜ。鎧の騎士軍団。あ、間違えた、もったいねえ。ボス戦用に残しときたかったのによ。すっごい吹っ飛ぶ。この連発ができないイラッとさよ。イエーイ、吹っ飛べ。ちゃんと100聞いた。なんというガード。7班の突撃を防いだだと、まあ、みんなで倒れば怖くないね。あと1ウェーブ。お、なんか落としてる。鎧の、あ、初めてのアイテムだ。刃の鎧、そういうのもあるのか。でも敵から食らったダメージの半分つうけど、敵から食らったダメージ大きいと困るんだよ。1対1だとすっごい戦いやすいんだけどな。他のやついるとダメージにならないからな。隊長来た、隊長、ギラーマシン。もう訳がわからん。適当に突っ込みまくってるけど、一人死んでる。俺跳ねたかな、もしかして。隊長さようなら。で、スキアリーで、やめてー。で、引き逃げ当たる。仮面ライダーにもこんな技あったな。サイクロン号体当たりだっけ。もう夕方ドーン。事故った。すべてのモンスターを倒した。引きます。ガンミ、スカートの中ガンミ。さあ次ラストバトルか、もしかして。ちょっと夜が近づいてきたんで、戦うんは朝でお願いします。寝ようよ、夜だし。やっぱ向こうもね、夜は戦いたくないんで。アネゴー、行きましょうぜ。いよいよだ。マイラとガライアを支配する魔物の親玉と対決する時が来たようだ。激突マシンは使いこなせるようになったかい。行くよ。誰かから与えられたものでも、見知らぬ誰かが作ってくれたものでもない、自分が作り出したものの力を信じるんだ。最強の兵器の出番だよと。さあ、いつものいつものやつ。場所間違えると城壁が全て消滅する、あれ。俺に任せとけ。おー、すげえ、溶岩と。なるほどね、そういうことか。きた、溶岩魔人&溶岩魔人。ゴールデンゴーレム作ろうぜ。とりあえず入口からこんにちは、フレイムさん。よし、引き逃げアタック。難しい。なんか壊れた。いた。よし、正面から一発超強え。
ヨーガマジンしかいないんだけど、ヨーガマジンは順番かな。ほらグダバレ、いてて当たり判定、ちょ当たり判定、使いこなせるようになったかい。ちょっと使いこなせてるとは言い難い。腕が蘇った。ってことはもうあれだな、本体だけ狙った方が良さそうな。で今本体が消えて、で今顔だけになったから、ここに体当たりだ。いけ、倒した一発で。次は氷河魔人の順番と。いた、こんなん無視した方がいいじゃん。消えたぞ。遠いよ、あんま早くねえんだよこのマシン。ポーイッとね。まあさあ、お前じゃない、こっちだ。で手を倒して頭に向かって突撃、えい、2発、あと1発ずつで倒せそうな感じがする。しもべたちが現れた。普通の無視してたらいいんだろう。まず手をぶっ壊して、お次はこっち正面から行くぞ。ですよね、微妙に使いにくい乗り物よ。よし、あー魔人スパーラクレが2個あるからいいか、1個ぐらいで。両方の手を壊したが終わらないってことは何だ。雑魚も全部倒さなきゃダメなのか。なぜか知らんが魔人スパーラクレは2つあるんで1個くらい壊れてもいいよ。あれ無限巻きではないか。じゃあ全部倒せば良さそうな感じ。まだ犬の木の実2個残ってんだけど。この倒した後にダッシュでしか移動できないとかね。溶岩合体する気か、やつら合体する気じゃないのか。フレイザードだー、まさかここから合体魔人フレイザードが現れたぞ。大の大冒険参照、逆じゃねー。手塚ダウデー、クイークイークイー、両腕を倒した。あとは顔だ。復活する前にとっとと行きたい。邪魔だお前ら、隙あり。よし、あと一発。遠い遠い、近道していきます。抹殺、これで見きて抹殺だ。ラストラストだ、やっちまいな。フィニッシュ、あもう一発だった。こいつワンパだな。こういうこと言っていいのかわかりませんけど、あなたこれまでのボスの中で一番弱くないですか。そう、
これ終わりじゃないですかね。さらば。なんか落とした。あった、砕けた宝玉。太陽の石。やった、めでたい。めでてえ。めでてえ。生かしてるじゃないか。よくやってくれたね、シュエ。合体魔人を見事にぶっ倒してくれたんだ。やっぱりラライの発明を悪用していやがった。あんたが作った兵器の勝利だね。やったじゃないか。みんなで超激突マシンを作れたからだって。絶望的なネーミングセンスの割に流せること言ってくれるじゃないの。あんたが持ってるその石は何だい。空の闇を晴らす何かが作れるんじゃないのかい。わあ、ちょっとボロってる。直すか。温泉が2つ。こいつら本当温泉でしか働かねえな。その宝玉を使えば太陽の石。上出来だよ。ついに完成したんだね。姉子のこの上着超エロいな。ベルトで隠してる。今更何言ってんだ。ありがとうよ、シュエ。ラライも喜んでくれるといいんだけどね、と掲げるのだ。掲げる。ああ、闇を晴れろ。眩しい。闇が晴れた。マイラとガライアに光が戻った。よくやりました。これでこの地は竜王の悪しき力から解放され、自らの力で発展していくことでしょう。しかし忘れてはなりません。この世界にはあなたを待つ人がまだ残されていることを。空に光が戻ったよ。なんて綺麗なんだろう。その夜、マイラとガライアの復活を祝う宴が開かれた。酒を手に盛り上がる荒くれたち、筋肉にそれぞれの思いを馳せる若者たち、そんな彼らの向こうにアメルダを見つめるラライの姿があった。ラライは満足そうな笑顔を浮かべ、優しい眼差しをそっとアメルダに向けていた。でもアメルダが言ってたことが本当だったらせ、ラライは自分のために竜王にね、技術売ろうとしてたからね。そんなラライの姿が見えたのはシュエだけのようだって。なんか見守るっておかしい話だよね。そして夜が明けた。目が覚めたかい。頭がガンガンするよ。少し飲みすぎちまったみたいだに。ガラミもなく酔っ払って見えるさないもんが見えちまったよ。あいつの姿が見えた気がしたのさ。酔っ払って見えた幻だったんだろうけどね、と笑ってやがったよ。嬉しそうに西の方でおかしな光を見たらしい。無理にとは言わないけど、気になるなら行ってみるんだね、と。もちろん行きますよ。あれか、見えてる見えてる。とりあえずクリアしてしまわないことにはね、チャレンジの確認もできないから、とっととクリアしちまいましょう。マシーン、いきますよ。あー、登りにくい。しゃーなしだ。まだ温泉スライダーも作ってないけどね。はい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 。次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。
この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。ひとたびその光の扉をくぐれば全てを失うことになるのです。その扉が通じる先は私の力も及ばぬ死の大地ラダトーム。あなたはその運命の地で自らに課せられた使命を果たさなければなりません。あなたの役割もそこで終わりを迎えるでしょう。さあ光の渦の中に飛び込むのです。精霊の導きのままに行きます。旅立つ。見送り見送り。姉子かな。姉子じゃねえ、ガロンじゃねえか。おいおい、どういうことだよ。しゅうや、行っちまうのかよ。俺に何の挨拶もしねえでいいよ。行かねえでくれよ。一緒に違うビルダーを目指す。ボディービルダーじゃねえって。こんなわがまま言っちゃう猫にぶん殴られちまうよな。お前は世界の闇を晴らさなきゃいけねえ。ボディ的なビルダーなんて目指せねえよな。にしても姉子も白状だよな。こんな時ぐらい顔出してくれてもいいのによ。俺知ってんだぜ。ラダトーム行くんだろ。すべてが失われた死の大地、悪しき者が支配する灰色の世界だって噂だ。そんな場所に旅立つお前に一つ渡したいものがあるんだ。他のものを失ってもこれだけは何としても持っていってくれ。それじゃ元気だな。無茶したりカッコつけたりするんじゃねえぞ。頼んだぜ一周や。お前の力でアレフガルドを復活させてくれ。まあ任しときな。お前はボディ的なビルダーを目指して頑張りな。スコア、クリア日数47、死亡0。さあチャレンジは30日、キャンプレベル5。お、倒した倒した。魔物を描く憧れの比喩、完成させた。あれ、これ知らねえな。懐かしの盾ごと。まあ結局は30日以内クリアだよな。まあ2周目だったらそこまで無茶な日数でもないし。よし、銀トロゲット。あ、終章ラダトーム編解放。知られざる島のエリアが解放された。レシピも解放された。なんかもう一つ空いてるな。クリアしたらなんかあるのかもしれないね。さあでね、終章ラダトーム編に行く前に知られざる島でまたちょっとね、自慢のね建物見せてもらいましょうかね。さてまあ相変わらず俺は何にも作ってないんだけど、よし、一期一会な感じで公開している自慢の建物を見せてもらいましょう。こっちだね。さあ何かいいものありますかね。作りかけだな明らかに。まあランダムに呼んでるからどうしようもないんだけど、まあ、完全なる作りかけ。これあれだな、前の続きだな。桜の木一本だけ、寂しい。今はランダムで切り替わるようにして。あーなんか嫌な予感がするですよね。あえて押すか。上から見るぞ。ひどい、ひどすぎる。情報、読む。なかなか切り替わらないのかな。任意に切り替えられないのかな。建物を呼び出す、お任せで出す、あるね。すぐに変わるわけじゃないのか。次回は、ああ自動更新、時々更新する。このままだと寂しすぎるよ。更新された更新された。
さてじゃあ一期一会だ。どんな建物かな。まずは上から覗いてみよう。おお。作りかけ感抜群だな。入ります。建設中、まあですよね。だだっ広い。サッカーぐらいならできそうだ。水ないんすけど。まず何よりも最初に風呂場を作ろうとしてるのか。もうみんな作りかけでも遠慮なく公開するな。さあ次更新されないかな。せめて4つの建物ぐらい楽しみたいんだけど。お、されたされた。さあこの建物を楽しみましょう。おー力作だね。力作罠だらけ。人の土地だから食らうのかと思ったけど要塞って感じするね。うわバリスタも。建物の情報、ナチュラルハウス。こんなナチュラルがあってたまるか。ナチュラルな物質使ってるけど思いっきり手込んでんじゃねえか。大砲。バリスタと大砲に囲まれた。まさしく要塞と呼ぶのにふさわしい。素材は全てナチュラルですよみたいなね。ルビス様の像っぽいのがある。宝箱。階段で登ってみましょう。建物に入った時の視界がきついよ。おっとお風呂。うーんいい景色ってほどでもないな。お部屋の名前までは読めないのか。寝れない。寝るボタンがない。エッチなランプ。逆側にも、あ落ちた。ここ危なくね。部屋出て止まらなかったら落ちんだけど。酒場。ぶっちゃけビルダーズあれだよね、カメラワーク悪いよね。建物入った時の、座る。武器庫。そしてここ。お、みんなのベッドルーム。そこから階段登ると化粧室。そしてお仕事なりティーなりを楽しめる。しかしここから出ることはできないのだ。まだまだあるよ。ここか。力作力作。あ隣変わったね。また見学に行こう。まだまだあるんだよここの建物。ここから上に行く手段が見当たらん。どうやったら上に行けるんだい。こっち行って正規ルート的なものは、あそこか。ここから登ってきて上に上がる。さあ一番屋上だ。撃て。撃てない。おお隣も面白そうだ。隣も遊びに行こう。痛い。なんだこの迷路みたいなやつ。あそういうことか。建物情報。これはあれかな、弾かれないように。逆だ、全自動だ。ピタゴラスイッチ。ピタゴラスイッチだ。ピストンアスレチックって書いてる。よくできました、よくできました。こいつは面白い。はい建物情報はこんな感じですよ。ルッカさんのピストンアスレチック。おお次もいいね。道路だこれ。
数理。トゥルトゥルトゥル、なんか現代風の建物だな。看板ある。燃えるゴミはかよ。マンションか。箱庭マンション。相変わらずの建物内の視界の悪さ。これは階段かな。マンションのね、あんまりよろしくないマンションだね。エレベーターないやつ。マンションっていうかビジネスホテルみてえだよな、この狭さ。てか狭、こんなとこ住みたくねえよ。いくらすんだろこのマンション。狭め。配置は同じ感じ。家賃いくらすんの。うわ、 6万円ぐらい。超たっけえ。もう絶対ビジネスホテルだ。1泊5000円以下の。2階行ってみよう。2階。一応並びは基本同じなんだな。超攻めんですけど、こんなとこ住みたくないんですけど。言っちゃ悪いけど、このなんだろう、みんなが使っていい共通のスペースの方が下手すりゃできんじゃねえかっていうぐらい。なんか書いてる。エレベーターらしきものがあったとか。なんだ、5階建てまではエレベーターつけなくてもいいんだっけ。こんな狭いとこ住みたくねえよ。さあお次お次。鉱山ハウス。ピカピカ。何ですか。転落注意。鉱山鉱山。宝箱を2つ。相変わらず建物内に来た時の。ああ転落注意じゃなくて落とす気満々だったんだけど。また隣変わったな。まるでモグラにもなった気分だぜ。やられた。だと。まだ倒れる時ではありません。あ、夢か。よくもやってくれたな。鉱山ハウスね。いろんなところから入る場所あるね。全然暴言とかしてないから体力とか低いし。まあ隣もまた見学終わろうかと思ったけど、奥の方に超気になるものできちゃってるよ。何にもしてないから腹を膨らませる食べ物すらない。これね、せっかく用意してくれてんのはいいんだけどね、俺トロッコまだ持ってないから。木槌の砦。あらあら、川なんだ。炎が激しかっただけじゃないか。クッパ城でも来てんのかと思ったけど、これは楽しそうだね。これちょっと残しとこうか。後でトロッコ手に入れたら走り回れるかもしれない。更新しないようにしとこうか。自動更新はしない。よし、ちょっと説明だけ。出口、ジェットコースターがね、ひたすらドロッコー、ね、テーマパークとかでね、これめちゃくちゃ無茶なジェットコースターとか作ったよねって。詰め放題。ちょっと入って。宝箱だらけじゃねえか。
ってかお腹減ってる。これも更新されちゃった。まあ何はともあれ本編に戻るか。本編終わってちょっとねここでいろいろ作らないとせっかくの建物も楽しめないみたいだからね。まずは本編のグリアを目指そう。システムゲーム終了。